クッキー作る。プー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 。クッキーの絵文字ないかな。クッキー、クッキー、コロッケはお昼作りました。コロッケお昼作って、そのコロッケ作る前にあれした、なんだっけ、プップププー、ただいま。ツインテールにしたのは料理するからだよ。でもリノもう今日風呂入っちゃった。めっちゃ固まってんだけど。ほらちょっと暗いね。リノの日はね、間接照明しかないんですね。部屋暗いんです。ほらこれ、リノはこのアイスボックスクッキーがめっちゃ好きで、でもなんか固まり方が変でさ、四角になっちゃった。バナナかと思ったらバナナじゃないよ。これをね、冷蔵庫で固めた方がいいんだって。でした。丸ごとバナナで見えるだって。確かに。ちょっと待ってね。何も準備してなかった。クッキー生地はもう今日の12時くらいに作って冷やしておいたから、もう5時間くらい冷やしてる。でもこれで1本でね、1つでこれで20本くらいできるらしい。もぐ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 。今はお昼、もぐもぐとか書いてるよね。ねえ、こんだけしかなかった。悲しい。キッチンペーパーこんだけしかなかったよ。もうラスト。じゃんじゃかじゃーん、新しいのを使う。言うてでもさ、クッキーなんてさ、お菓子なんて作んないのに。今日お菓子作りたいと思って。お仕事終わったらと。お疲れ様。そうだよね、お盆だけどお仕事の方もいるよね。それクッキー生地なんですね。だってクッキー生地ですよ。これの周りにお砂糖をつけて、そのままこう切って焼いていくだけ。超簡単じゃない？型するとめんどくさいからね。何枚焼けるんだって。初見です。ありがとうございます。森尾ハートありがとう。ぽよん。りょうさんもハートありがとうございます。ぽよん。猫やくちょろっぱさん、サラヒヨー、コポシープヨーだって。コポシープヨー、なんて意味？ありがとう。コポシープヨー。あ、グラニュー糖。
しぴよ。出来上がりはどこで買えますかって。買えません、どこでも。わあ、めっちゃ色綺麗、雪みたい。これをね、周りにまぶすんです。会いたいですだって。リノもコッポシップよ、コッポシップよ、会いたいよ。コッポシップよ、いつもありがとね。コッポシップよ。マコはお散歩に行きました。よいしょ。じゃあ今日休みの方はあれなの、何味になるのだって。え、普通の、あのよくさ、あのセブンイレブンさんとかに売ってるさ、ポイアイスボックスクッキーみたいなやつあんじゃん。ちょっと喉かいてきちゃった。I can speak English、 リノちゃんだって。 Yes I can speak English、 喋れますよ英語。でも本当に喋れるようになりたくて、配信中に出来上がりません。多分配信中にね、電子レンジを使うと多分ループ祭りになっちゃうので多分ループ祭りになっちゃうから、逆とこまでですね。一生ループだよ、レンジ使ったら。かわいいやって。 Thank you、 I'm happy よし、だいぶ溶けてきた。ツインテかわいいだって。ありがとう、ツインテール。もうお風呂も入っちゃったしね。そう、生地を切るの、焼くまで。もう生地作っちゃったから。でも生地をさ、しないとさ、ダメなのよ。固まらせないと意味ないんだって。レンジで Wi-Fi やられちゃう。そうしたらもう一生ループになっちゃうので。でもだいぶいい感じの形になってきたよ。これを切って、この砂糖を、めっちゃほら見て、この砂糖をめっちゃ綺麗なの。これを周りにつけて切る。めっちゃ簡単じゃない。ああいうギットダム、ギットギッティングみはかた、ははは、ちょっとはははだきっと、どういうことだ。あ、クッキングしてますかみたいな感じかな。クッキング丸ごとバナナかと思ったらって。確かに、どういう意味だ。ギッティングみハッピーガール、イエスイエスイエス。なんかよどり配信なのにさ、あれになってきてる。英語配信になってきてる。だいぶ溶けてきたよ、溶けてきたよ。オープン、マイネームイズリノ坂本。おー、いい感じの色。リノールクッキーを見に来ましただって。 Thank you。 でも結構いっぱいできそうだね。なのでまあちょっとは見えないんですけど、見ててください。こんにちはだって。こんにちは、冗談でしょ、ハハハだって。おお、あ、そういうことね。まこちゃん、あまこ雨濡れたのまこち、雨降ってたんだね今。あら、まこがもうすごいびしょ
マコがめっちゃびしょ濡れになって顔が変わってる。見せたいけどさ、いや料理してるからね。本当に顔が違うんだけど、ちょっとね、雨降ってるんだね、リノ知らなかった。マコマコ面白、かわいい。ちょっと任せよう、写真撮りたいんだけど。マコちょっと手洗うからさ、やっていい？手洗うから見せていい？マコ、どうした？どうしたの？マコ雨濡れちゃったの。ほな、マコちょっと待って、本当に面白いからね、見て。ほらマコ顔が違うね、雨濡れちゃったの。ほらちょっと一回クッキー配信、顔がさ、ほらぺちゃんこびっくりした。下突然見たら赤ちゃんこんな顔になってて、早く拭いてもらえな、まこちょっと待って、ほんとにかわいい。まこちゃん、ちょっとまこ、ちょっとこっち向いて、まこまこまこ、かわいい、かわいい。手洗ってこよう。面白かった、まーこちゃん。そこ真前にいないでよ、まこ。そう、小さくなったよね。早くクッキー進めたいんだけど。見て、こんな顔になってた。ほら、なんかぺたんこ。可愛いけどね。雨濡れちゃったんだね、かわいそうに。知らな、今日雨降ってんだね、福岡ね。よし、では気を取り直して、ていうか何もやってないんだけど、クッキー作り。遊びに来てありがとうございます。で、2、じゃあ完成図を途中途中で見せますね。そうしよう。みのちゃんの LINE 登録したら、お昼に LINE 来てびっくりしただって。そう、でももぐもぐしか言わないからね。これ卵白をね、周りに塗るんだって。したらなんか周りにくっつくらしい、レシピに書いてた。手首もシュシュシュ、これを周りに塗って、天気いいかと思ったらって。でも今日東京140で間違えた。いくつだったっけ、東京の40くらいあるんでしょ。あ、ありがとうございます。490日、はしゃ、ありがとうございます。ありがとう、490日、ありがとうございます。パチパチ、わーい、クッキー作ってるよ。490日目はこんな配信でも初めてだよね。絶対普段できないもん、クッキーなんて作んないし。ありがとうございます、ありがとう。おめめとうだって、ありがとうございます。これめっちゃ落ちてくる。手首もシュシュシュ。そう、今日めっちゃ気温高かったって聞いたよ、りのテレビで言ってた。40度って、今ね36度なんですよ、平熱が。風がなあるからまだなんとかなりましたって。そうなんだ、でも暑いよ。よし、
周りに卵をつけたのでお砂糖をつける前に半分に切るサイズが入んないからチョコも中ジャンボよいしょ。おーめっちゃいい音。これをねまあこうね中に入れるので、転がして周りにつけるっていう。ああまあいいか。周りにつけましょう。めっちゃそしたらね美味しくなるの。ほらわかる？周りにお砂糖つけてるんです。作りましょう。シュシュシュだって歌歌ってる。じゃないシュシュシュ。スプーンでつけちゃおう。スプーン、スプーン。手首もシュシュシュ。塊のままつけるのだって。そうだよそうだよとか言って、そう書いてたレシピには。本当に料理しないんですよ。でもこのクッキーが好きだからコンビニで買うと高いんですね。結構いい値段するからね。それでね周りにねつけてるの。ほらめっちゃ使ってるくない？使ってるっていうかつけてる。だいぶついた気がする。えいえい。はい、つきました。じゃーん。これを同じサイズに切っていきます。で、乗っける。みのちゃん普段料理しないんですか？だって。あーしませんねしません。なんかでも今日コロッケ作りました。うん、コロッケ作って、それをコロッケお昼に食べました。でいくぞ。ここまでで一番大事。一番大事だよ。でも多分みんなはリノが何やってるか見えてないから、リノの真剣な顔見ててください。何個できるかな。クッキーって膨らむのかな。でもベーキングパウダー入れてないのでそんなに膨らまなそう。えい。ちょっとこれ溶けてきちゃうから冷蔵庫。だいぶ乾いてきたじゃん。あ、これだこれ。どうやったら伝わるのかな。コロッケめっちゃ美味しかった。コロッケはさ食べるやつも美味しいけどさ、ほらこんな感じ。でもなんかさ、ちょっとさ左右の大きさが違くなっちゃった。ほらまあいっか。そういうクッキーもありますね。いろんなのがある。 1,2,3,4,5,6,5,6,7,8,9。 え、結構いっぱいできたよ。ほらこんな感じ。俺の分ないほら、なのでこれをできたので、並べていこう。
あ、足りないかもね、このままじゃ。このままじゃ。足りなそう。えい。あー、もう食べたい。このまま食べれそうな、これ食べたい。絶対食べないけど、お腹壊すから。ペッペ、もうちょっと薄くしてもいいかもしれないけど、こんな感じ。じゃあ次のやつから薄くしよう。はいはい、どんどん行くで。外が土砂降りだってね。すごかったらしいね。焼いたものはこちらになります。ないんですよ、その3分クッキング仕様になってなくて。かかと追加たら、次半分また入れて。誰が焼くのだって、配信終わってから焼く。配信中に焼いたらね、ループになっちゃうんですよ。膨らむのかな、クッキーって。パンとかだったらさ、膨らむじゃん。あら、雨の音がするよ。この音嫌いな人多そう。ちょっとやめとこう。手洗いシュシュシュ、手首もシュシュシュ、手首もキュキュキュ。はい、そうです、そうです、そうです。えい、みんな今日何してたの？こんにちはだって、こんにちは。切っていきましょう。昨日は朝起きて、目玉、あ、卵ご飯食べて、踊って、お掃除して、クッキー作りして、メールでもう一つのものを作ろうと書きましたから、だって。あ、そうなの？書いてたっけ。コロッケ作ってました。より、コロッケも作った、クッキーの生地作った後に。で、お昼ご飯食べて、何してたっけな。お、いっぱいできたよ今回。寝てたり働いたり寝たり働いたりだって。忙しい、呼吸してた。もうお利口。ほら、こんな感じでできました。第3陣っていうの、薄くした、ちょっとさっきよりも、さっき分厚すぎたかなと思って。じゃん。映画見て見せどうだって、いいね。映画、なんかおすすめの映画あります？なんか映画見たいな。これをまた並べます。形がなんか変形してきちゃってるから、どうにかしないと。なんか栗みたいな形になってきちゃった。みんな見て、第一陣じゃーん。これさ、さっきのやつをさ、これをこうして、えい、えい、ラーメン
食べて GU に行ったって。なんか楽しそう。なんかお家でできる楽しいことないかなと思ったら、あ、じゃあお料理してみようと思ってクッキー作ってみた。だ、意外と楽しかった。あと今日は半身浴もしたし、そう、あとあれしましたね、インスタのリールを作ったりしました。で、これクッキー、クッキー、これ、これ。なんかこれを機に宅配とか頼んでみたいんだよね。なんだろう。DMM で七色公園見てるよ、だって。イブちゃんからクレヨンしんちゃんおすすめされたから見ましたって。ほら全部鍋と、今何個だろう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 結構できたね。23個もできました。どうやったら見せられるの。えい、できた、じゃんちゃかちゃーん。24枚クッキーじゃん。結構で、後でこれを形を整えましょう。だから1回離脱だから、さっきのもう一個魔法する。どこいぜどこいぜ。切ったバナナみたいだって。でもね、リノ、こういうね、ノーマルの味が一番好きなんですよ。なんかチョコとかも好きだけど、一番普通のクッキーが一番好き。ちょっとこれやりにくいから噛むよ。だからさ、2本目拍手してくれてる、ありがとう。拍手拍手。で、あのさ、一本昔のさ、一つのやつでさ、20何個できたら40何個できるのかな。めっちゃできるね。甘い系やって。甘いのかな、わかんないけど。普通に薄力粉入れて、薄力粉とバターと砂糖と卵、卵と薄力粉とあとバター、言ったっけ、バター、あとバターとだけ、そんだけそんだけそんだけ。初めのクッキーだね、だって。そうかもね。で、それを全部混ぜてするだけだよ。簡単じゃない？だから甘い系だって甘いと思います。普通に普通に。コロッケはね、なんかお母さんと一緒にやったらそうでした。クッキー、うまい感で、お寿司を頼むと美味しいよ、だって。でも頼むところによりそうじゃない。美味しいとこいっぱいありそうだけどね。オッケー、卵つけ終わりました。いや、分量大事でしょう。分量絶対大事だよ、料理するのに。いや、分量とかは多分間違えちゃいそうだよね。
終わり。たらまた半分に切って、この中に入れます。で、で、おお、それ。砂糖はレシピよりちょっと少なくした。なんかレシピのやつ美味しいけどさ、結構絶対甘いじゃん。だからいいやと思ってやめました。頑張れ頑張れ。お菓子のメミル絶対やばいよね。絶対やばいと思う。やりません、やりません、やりません。なんかもっと上手にいい感じでお砂糖つけられる方法ないのかな。お砂糖がねうまくつかないんですよ。だな。頑張れ。頑張れ。頑張れしか言えないや。ちちちち。もうこのくらいでいいや。冷たいバターを使うといいらしい。だって、もうこれいろんなものが落ちてくる。はい、切ります。切るぞ切るぞ。マロンクッキーは犬用のクッキーでないと食べれない。もうこの砂糖ついたらマコ食べれないよね。だから犬用のクッキーとかはあげるよ。けどそうじゃないクッキーはあげない。でも今日お豆腐あげましたね。お腹空いてきちゃう。えいえい。まっすぐ切んないと。えい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 。えいえい。おお、こんばんは、りなちゃん、こんばんは。おお、疲れた。えいえい。これをもう1個目のさ、クッキングペーパーは埋まっちゃったから、わあ、お菓子作りとかねえ、なんでこれこんなに落ちるの。座ってるからかな。えいえい。これ今焼けちゃえばいいのにね、第一陣。そしたらさ、その待ってる間さ、お話ししてたらいいんだけど、多分ループしちゃうんだよね。ループしちゃうんだよな。ちょっと使っただけでループしちゃうから。ななな、ななななな。はい、よいよよいよ。でもこれはちょっと持ち上げると失敗しそうだから、さっきと一緒のもの。できました。さっきと一緒のもの
じゃーん。クッキーどうやったら見えるかな。えい、難しい。こう、あ、これでいいんじゃない。できました。さっきと一緒のもの見せて。はい、ラスト、ラスト半分。夜ご飯何にしようかな。食べ物のことしか。でも、もう何食べようかな。あ、コロッケ食べようかな。ポテサラとご飯って一緒に食べれるだって。食べれるよ、全然。分かれるのかな、好きな人と苦手な人。今食べれちゃうけど、そこまであれかな、イエーイってなんないかも。イエーイってなんないかもしれない。そう、いっぱいできたね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13、 もう13できたよ。だってさっき23あったから36かな。計算早いね、計算早いね。クッキーだー。絶対クッキー作る配信とか普段できなくない？時間がないとお料理もできないもんね。なんかさ、絶対しないといけない状況だったらさ、やっぱしないといけないけどさ、そんな状況がないからさ、幸せだ。記事をまとめすぎないだって。確かに確かに。こんにちは、こんにちは。何時？今6時でしょ？こんな時間から見に来てくれてありがとう。あれね、でもあのお休みの方は見に来れやすいけどさ、お仕事の方はあれだね、ちょっと忙しい時間かもね、6時って。あってりのも公演前の6時は忙しいもん。だからそういう方はあれだけど、どうしてもね、クッキーを作りたくてね。でね、この時間になりました。夜遅くでもいいんだけど、焼く時間があるからね。一人暮らしはまだする予定ないです。したらしたよって言うかな。でもなんとなくみんなのことだから気づきそう。あ、りのちゃん最近なんかめっちゃ自炊してるなとか言って気づきそう。でもちょっとくらいやっぱできとかないといけないよね。昨日もさ、オムライスが食べたくなってさ、でもさ作れないからさ、もう夜ご飯食べちゃったし、昔のさ自分がさオムライス食べてる動画見てさ満足してた。食べたいオムライス。え、めっちゃできるじゃん。3,4,5,6,7,8,9,10。お、いいぞいいぞ。これ半分にしちゃおう。ウェーイ。仕事終わってダッシュで帰ってきたんだって。お疲れお疲れんこん。昨日はクッキー作ってるよ。若にゃんもクッキー作りたいって言ったらって。そこで送ってあげようかな。作ったのかな。若にゃん作らなそうだな、書いてるけど。そういう、あのね、田中きゅうりのクッキーがめっちゃ美味しいですよね。田中きゅうりの作るクッキーが本当に美味しいってめっちゃ好きです。フルネーム、フルネームじゃないけど。クッキングペーパー1枚で足りないよ。どうしよう。
3回焼かないといけないじゃんね。あ、待って、いいこと思いついた。もう一個発見した。見て、もう一個の発見したので、これで田中きゅうり、田中きゅうりがね、バレンタイン作ってくれたクッキーが本当にめちゃめちゃ美味しくて、なんか本人は失敗したって言ってたんだけど、そう、あれは失敗に入らないくらいめっちゃ美味しかったの。リナはさ、バレンタインとかさ、もうめっちゃめんどくさくてさめんどくさいからさ、あの買ったチョコをね、わーって配るんですけど、そう、田中きゅうりとか、あとクリナとか、姉ちゃんね、姉ちゃんとか、あと誰かな、あ、え、あ、あ、誰かな、5期生だったら、あ、若菜が昔作ってくれたガトーショコラみたいなやつ、キュウリは漬物作ってきそうだって。バレンタインに、でもよくキュウリ持ち歩いてるよ、あの人持ち歩いてるっていうか食べてる、お弁当の自分で持参してかな。初見さんこんにちは、マヤさんこんにちは。なんかもう手が砂糖になっちゃった、砂糖砂糖してる。あ、そうだね、ミナちゃんにあげたね、ミナちゃんにゴリラのチョコあげた懐かしい。そうだよ、ああいうチョコをね、いっぱい買ってね、渡すんです。そう、作れてさ、美味しかったらいいんですけどね。見て、ほら、第二陣、これで2個で分けられるので、あとなんか形がね、めっちゃね、ガタガタしてるんですよ、ほら、なんかまん丸じゃないので、ちょっとまん丸にしていきます。あと砂糖をつけてて、で終わり。あー、そうよ、キュウリはね、持ち歩いてるの、キュウリ。この前ね、事務所の冷蔵庫にキュウリが冷蔵庫にあって、誰のと思ったら田中キュウリが食べてた田中キュウリがキュウリを食べていた。だから本当にキュウリキャラとかじゃなくて、本当にキュウリが好きなんだなと思う、キュウリをね。だからリノ最近も田中キュウリって呼ぶのよ、キュウリのこと、田中キュウリって。でも振り向いてくれるから可愛いよね。これから形をそう整えていくので、終わり。でもそんなに変じゃないからあれなんだけど、でもあんだけキュウリが好きなのすごいよね。しかも本当にすごいのが、あの野菜の日に生まれてきてるのよ、8月31日。それもなんか持ってるなってみっちょ思う。8月31日、タコ好きなものはキュウリバイって言うじゃん、本当に野菜が好きなんだなって。ハートは作りません、まん丸だけ。でもな、この形がもうクッキーになるんですよ、だからめっちゃ大事。今知らないけど作ったことないから、作ったことないから知らないけど、多分大事。頑張れ。
ねえ、そうなんだ。だってそうだよ、キュウリは野菜の日に8月31日で野菜じゃん、あの日に生まれてきたんだって。もうちょっとで誕生日だね。キュウリ、キュウリ、まん丸に。変えないと。まこちだいぶ頭乾いてきたね。じゃーん、1個終わり、まん丸になりました。2個目、もう机がちっちゃすぎるわ。誕生日にキュウリあげたら。だってあげました、あげました。あのキュウリのなんかクッションみたい、お人形みたいなやつあげた。毎年キュウリの。まこどうしたの。まこ毎年キュウリのものあげてます。だから今年何にしようと思って、去年はキュウリのストラップみたいなやつあげました。あ、去年がキュウリのあれかも、人形。チョコ入れてみたら。だって確かに入れればよかったかも。でもチョコがうちにないので入れません。今日は家の中であるものクッキーなんです。そう、今はね、お家に お外に出れないので、お家で。どうたまこ、どうた、まこさん、チョコでも入れたくなってきた。まこさん、うるさいうるさいうるさい。まこさん、まんまるまこ、まこどうしたの、何があった、もう乾いたのかな。ちょっと顔が見えないからあれだけど。まこちゃんうるさいよ、まこ絶対言うこと聞かない、多分。クッキー作ってるの、クッキー作ってるからまこと遊べません。まこうるさい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 よ。今クッキーまん丸にしてるから静かにしてください。まこうるさいよ。イヤホンで聞いてる人が多分大変な思いしてるよ。まこ、あ、ちょっと乾いたね。かわいい、頑張ってね。自力で乾かしてね。ちょっと今ドライヤー使えないから、自然乾燥。まあ、たまにはまこちゃんいいんじゃない、自然乾燥。お、できたできたの、できたの。まこも自然乾燥。お腹す、いや6時だもん。でもお腹空いてると思うけど、お腹空いたらあんまり騒がないもん。イヤホンでの人がまこちゃん困っちゃうよ。できました、見て、まん丸になったんだよ。こうしよう、えい、ほらまん丸になりました。整えてたら綺麗じゃない、めっちゃ。これは第一陣、どうやったら見せられる。ほら、おお、いいんじゃないですか。めっちゃ砂糖越してくるけど、バナナみたいじゃなくなったんじゃない。これが一陣で、二陣が、二陣汚いですね。
整える。まだ多分30分くらいしか経ってないんじゃない、これ。だってイベント期間の時サンドイッチ20分くらいでできたよね、リノ。今何時だ。あとは焼くだけ。お月様みたいだって。やった。今何30分くらいしか経ってなそうだけど、感覚的に言ったら何分経ったんだろう。ねえ、やった、美味しそう、超食べたい。終わったら見せますね。18時9分ですだって。あれ、ね、15分から始めたよね全然違うじゃんもう、もうちょっとで1時間じゃない。始めが長かったんだね。これを配信が終わったらお風呂でね、ご飯食べよう。ご飯、うん、オッケー。いた。じゃーん、これ2個目、第2陣。お芋だって。芋じゃないよ。ほら、こうやったら似てくんじゃない。じゃーん、できました。はじめまして、だってみさきさん、はじめまして。で、完成、クッキー作ってたんですよ。完成してました、クッキーです。時間かかっちゃったけど、今15分くらいで終わる予定だったんですね、これ。あ、2個もできたよ、すごくない。じゃーん、これを、あ、何個あるかな、全部で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,23,25,26,27,28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 
食べないけど。拍手拍手拍手、わーい完成。48個だった。え、すごくない？え、すごくないね、48個。あやつに困らなそうだって。お母さんと仲良く食べよう。生で食べれなそうだ。あ、食べれそう。ダメだよ、だって小麦粉使ってるもん。別に計算してないですよ計算してないけど48個あった。すごーい、金貨みたいだって。嘘、そうかな。でも今5088人見てるので、もうめっちゃ分割して、でもりんないっぱい食べたいから8枚くらいを分割して5088人の皆様で割って食べてもらおうかな。結構見てくださってるね、こんなクッキー記事を。48愛お強いだってね。お強いお強い、そう、ありの誰みたいな、こんなこんくらいかもしれないけど、でも美味しそうじゃない？今頑張って作ったから、できちゃった。でもどんどん増えていくじゃん。今だって5120人だったらまたもっとちっちゃくもっとちっちゃくなっていくよ、多分最後までやるからね。わーい、できました、クッキー。ちょっと待って、見せられるものがさ、これしかないからさ、これから焼かないといけないから何とも言えないんですけど、焼く前はこんな感じ。そう、ほら、じゃーん、全部まん丸、お砂糖周りにつけて、これを焼いたら何分焼くんだろう。
なんレシピがどこに、なんてレシピでやったっけな、あれレシピが分からなくなっちゃったな。あ、これだ、これこれ、レシピ、レシピ170度のオーブンで15分から20分焼くだって。結構焼きますね。え、おいしそう、おいし、おいしそうだって。めっちゃおいしいと思う。わかんないけど作ったことないからね。あ、でも結構やってみたいのが、あのスタバさんとかでさ、あるさ、こういうさ結構分厚めのさクッキーあるじゃん、あれを作ってみたい。うんね、170度で15分から20分って結構焼く方なのかな、どうなんだろう。完成です。美味しそうだって。やった、でもめっちゃ美味しそうにできました。終わり、いのちゃんクッキング終わり、終わり。じゃあ最後ちょっと話して終わろうかな。近い。そう、スタバさんみたいな、なんかこう、なんかこういうのじゃなくて、なんか結構さ難しそうじゃんね。あれも作ってみたいけど、ちょっと難しそうだから買っちゃうんだろうな。そう、スタバさんのさ今回のクッキーやんじゃん。こんばんはだって。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、パチパチ。焼いたら何かにあげてね、だって。配信するのだって、見届けたいな、だっていっぱい。犬の保護者かな。うん、なんかなんかで見せたいと思います。上手にできたらね。明日食べるのだって。今日食べると思う、多分今日食べちゃうかな。楽しみに。のも多分膨らまないんじゃないかな。もうちょっと離して焼いた方がいいのかもしれないけど、多分そんなに膨らまないと思う。うん、お休み配信あるのかなって。どうしようね、この時間にやったからね、やるかもしれないし、やらないかもしれない。って感じでした。あーしょ、楽しかった。でもなんか上手に焼き上がりますようにと思うけど、早く焼こうよだって。今焼きたいんだよ、今焼きたいんですけど、焼いたらさループしちゃうじゃん、いつもあのオーブン使うと。オーブンとかさ、ドライヤーだっけ、ドライヤー使っただけでさループしちゃうからさ、今はしないかな、しないかな。でも上手にできたと思う。まんまるにできたし、何より48枚もできたからすごいよね。48枚ってなかなかできなくない？初見でしたって。初見です、やった。お腹をすかせて待っていますだって。じゃあご飯を食べて混ぜてください。これはあげないので。あげてもこんだけしか来ないよ、多分5400人で割るからこんだけしか来ないので、ご飯を食べて待っててください。ワクワク。ちら。で、48枚すごいよね。すごいよね、やっぱね。うん。オーブンもまだ温めてないので、配信が終わったら温めてって感じにしようかな。ね。もう18時18分だって。お仕事終わってるのかな。終わった？お仕事。リノはもう夜ご飯を食べて、白いご飯があるから白いご飯食べよう。あ、コロッケ食べるんだった。っワクワク。スタバによって気分だけ味わうからだって。いいんじゃない。でもリノスタバさんのクッキーめっちゃ好きよ。あ、でも新作飲みたいな。パイナップルとさ、なんだっけ、パイナ、イチジクだっけ、あれが飲んでみたいな。すごく飲みました、みんな。今一番新しいやつ。今日お休みでしただって。
疲れ。あ、ギフト読まないと。てっちゃんお花束ありがとうございます。かわいいもありがとう。川村さんもお花ありがとうございます。ジュニアさんもだるまありがとう。このリン、あ、まなふさんメガネいっぱいありがとう。メガネ。たらのさかなさんも尊いありがとう。心ちゃんもハートありがとうございます。ぽよんありがとう。ありがとうございます。いっぱいいい人ありがとう。遅くなっちゃったけど、あ、ピーチだ、ピーチだ、そうだ、ピーチだ。今なんて言ったっけ、昨日なんて言ったんだっけ。早く飲みたいな。キッキー食べたくなってきたって。あげません、あげません。アイスコーヒー美味しいです。リノはパインとピーチだった。どっちかな、両方好きなの。でもあのパインの新作って今までなくない？ピーチはあったよ。ピーチ、いちご、マンゴーとかあったけどね。いちじくって言ったりの。いちじくだって。あの今のさファンの方の中だったらパインが人気じゃない？ほらパインが人気だよ。ほら2種類やると迷っちゃうよね。でもね、ほうじ茶も好きなんですよ。ほうじ茶好きだからほうじ茶もまた飲みたい。ほら、インドのファンの方いっぱいパイ飲んでる。パイン。早いね、飲むの。めっちゃ早い、そんなに早く飲むんだ。いちじく。パインもピーチも両方好きなんだ。困った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 よ。でもスタバは新作がツイッターに上がるたびにめっちゃ見る。やばいと思って、美味しそうと思って見るけど、ほうじ茶とか、あとほうじ茶、あと抹茶、いや、ま、あ、やめちゃやけん飲みましたか、福岡の方。やめちゃやけんめっちゃ美味しかったよね。あれ2回飲みました。うん、ほうじ茶大好きだって。え、わかる、リノも好き。ほうじ茶だって飲むのが目標です。だってめっちゃ美味しいよ、ほうじ茶。うん、初日に行く方が2人もいる。すごい、やめちゃやけんね。やめちゃう、本当に美味しかった。リノは大好きな味でした。甘いよね、そもそものさ。やめ茶がさ、あめ茶がさ、どういう味してるか飲んだことないからわかんないけど、甘かった、思ったよりも。うん、そう、お腹空いた、そろそろリにしようかな。お腹が空いちゃった。お腹すいたよ。そうだよ、ラーメン、あ、違う違う、タピオカがカロリーあれなんだ。タピオカが、ラーメン一杯分のカロリーなんだよ確かね。そうだそうだ、よし終わり。お腹すいたりの、もうお腹が空いたから終わりにしよう。クッキー美味しくできたら、だって今ここまでで済んだから、あと焼くだけ。配信終わったら焼くよ。ありがとうございました。ではランキングを見たいと思います。読むよ。13位がハシムチ、ありがとうございます。12位がザキザキザキ、ありがとうございます。11位がカッツン、ありがとうございます。11位がカッツン。10位がスモークタン、ありがとうございます。9位がリンパリンさん、ありがとうございます。8位がニチプー、ありがとうございます。7位コカマダさん、ありがとうございます。4位が6位コムさん、ありがとうございます。5位がタノのサガラさん、ありがとうございます。4位がジュンジュンさん、ありがとうございます。3位がヒゲマナキさん、ありがとうございます。ありがとう。2位が猫役トローパさん、ポコシプヨー、あ、ポコシプヨーだ。
コシプヨーありがとう、ありがとうね。1位が佐世保のてっちゃんでした、ありがとうございました、ありがとう、パチパチ、いつもありがとうございます、ありがとう、ボコシプヨー覚えた覚えた。はい、6058人の皆様ありがとうございました。クッキー見届けてくれてありがとう。これを170度のオーブンでどうなるかな、楽しみ、子供みたい、みんながクッキー一枚が子供みたい、楽しみなんですけど、焼き上がりが楽しみ、子供かなってくらいめっちゃ愛情入れて作ったからさ、衣、クッキー一枚一枚が楽しみ。まあ食べちゃうんですけど、ではいきます、ありがとうございました、バイバーイ、なんかついちゃったよ、バイバイ。今はね18時25分、バイバーイ、ありがとうございました、またね、クッキー見てくれてありがとう、バイバイ、切ります、ありがとうございました、バイバーイ。